社会の損害は、なぜ発生するか？コアタに勝てないから、だ。他による圧力が、子に集中し、損害を発生させる。子はそれに対して不満を言うことはできる。それが、物理的な否定感になり、放置すると、社会全体の利益性が次第次第に失われる。それ、を防ぐシステムはある、物語。完全懲悪、虐げられた弱者を邪悪より守らん。それは、価値がある。ただ適用するのは、現実、であって、物語は提示と提案まで。このような不正が行われております。是正しないと社会にとって不利益が加速します。あとは、現場、結論、政治の仕事だ。政治家がまともなことをしていない。それは別の物語の役目だ。物語を仕事にするなら、影響力には限度があって。今まで、それ、を超えようとしてしまった、その結果楽に、個人を虐げて潰した。